はい、それでは吹き出しの作り方について解説します。吹き出しはこちらの T の中にですね、ビジネスフレンドリーもしくは、ホワイトボードアニメーションコンテンポラリーから選びます。まあ、通常一番楽なのがですね、このビジネスフレンドリーの、下にありますこちらの吹き出し使うと便利です。はい、こちらの吹き出しですね、丸くなってますよね。で、新しい機能として右ボタンクリックしてエディットグループとやりますと、この吹き出しグループになっているものが、編集できるようになります。例えば、吹き出しのこのバルーンの部分ですね、ここを編集します。シフトキーを押すと、表示が出てきます。そうすることで吹き出しの大きさをですね、変更することができます。そして今度は文字ですね。文字も こんな感じで入れていくんですけど、できれば開業の位置をですね、読みやすいように書いてあげること、そして吹き出しのこのスペースをですね、吹き出しのこのスペースをエディットしてですね、この吹き出しの中に入れてあげてください。はい、で、おすすめはですね、この吹き出し、テキストでオートサイズにしてあげて、ですね。で、オートサイズにしつつ、こんな感じでですね、読みやすく、なおかつですね、この吹き出しと文字にうまく余白を取りつつ、作ってください。こうすると非常に、読みやすいかつですね、ビジネスっぽくなります。この周りのスペースをよく作ってあげるってことですね。で、もう一度吹き出し呼び出します。吹き出しでですね、出しますとオートサイズもそうなんですけど、文字の太さですね、これも調節できます。それとこのパディングっていうのがですね、この文字のスペースの間に5ピクセル空いてるってことですね。5と10ですね。で、スペーシングっていうのはこれ文字の間隔です。普通1.2から1.4ぐらい取っていただくと、文字と文字の行間ですね、これをちょっと広げることができて、より読みやすくなります。こんな感じがよろしいんじゃないですかね。今後ですね、こちらのようにですね、このエディットグループをうまく使っていただくと編集が楽になります。それとこれちょっとプレビューで見てみましょう。今文字はですね、グループの中でエディットグループをもう一回しますと、外枠はポップ、内枠はタイピングというんですね。グループの中で吹き出しの、エンターエフェクトそれぞれが違っています。例えばですね、文字のエンターエフェクトタイピングじゃなくて、これも、ポップにしようとかですね、そういうような変更もできます。この文字を選んでエディットグループ、これを活用していただけると非常に今後楽になります。以上です。